はい、まずスタートですね。スタートはまずは隅田選手、取りに行きましたね。内側から2番の佐々木選手も行ったんですけども、まず隅田選手が取りましたので、隅田選手のラインは、太田選手と隅田選手ですね。6番5番、ここの2人が、まずタッグを組んで、前受けですね。そしてその前から2番目には、佐々木勇気選手が位置してますので、佐々木選手に芦澤選手、関東勢ですね。そして注目の深谷選手は前から3番目のラインとなります。1番7番4番深谷選手に佐藤慎太郎選手、阿部力也選手ですね。この3名が中段ですね。そして後方には3番の三谷選手、9番の南選手ですね。近畿勢が最後方のラインからのレースとなります。このレースはやはり後ろから2番目のラインを取りました深谷選手、非常に叩きやすい位置にいますよね。三谷選手が1回前に出ればそれを叩けばいいわけですから、まあ、ここはいい位置を取ったのかなと思います。あとはこのレースでは太田選手がね、深谷選手を乱すとすれば太田選手の動きだと思いますので、まあ、太田選手も内側からね、打掌ではスルスルと内側から行って、主導権を取りに前に行きましたので、まあ、その辺も、いい動きをしていたのではないかなと、レースを攪乱したのではないかなと思いますね。残り3周になりました。深谷選手が前から3番目のラインとなります。後方から三谷選手が車間をね、車を外に外してゆっくりと上昇していってますね。残り2周半の青番バック、後方から三谷選手が上昇していって深谷選手の横に並びましたね。そして深谷選手を通り過ぎながら残り2周の赤番を迎えますと、深谷選手が車を外して外に持ち出しましたね。三谷選手が切れば深谷選手が叩きどころですから、まあここは非常に深谷選手からするといい位置ではなかったのかなと思うんですけども、佐々木勇気選手がレースをねまたかき回してきましたよね。この辺が佐々木選手うまいなと思います。いずれにしろ深谷選手がここは最後方から上バンクからね一気に山下ろしをかけたところで、太田選手が内側からスルスルと三谷選手を救いましたので、まあここは太田選手が4番手に入るわけなんですけども、三谷選手これではいけないという形で最終ホームからフルスロットルで行きましたよね。非常に力強い走りだったんですけども、佐藤慎太郎選手に少しね接触をしてしまって落車をしてしまいました。隅田選手もそれに乗り上げた形になったんですけども、その時にね南選手が4番手、ここからの伸びが非常に良かったですよね。深谷選手、粘る深谷選手をね佐藤慎太郎選手もかわして1着になりましたので、4番手から直線だけで1着というのは非常にいい伸びを見せたのではないかなと思います。9番7番1番南選手に佐藤慎太郎選手、深谷選手という形でゴール決着いたしました。第4レースでした。